アストピア高田は、新潟県上越市高田区にある複合施設。高田共同ビル跡地と隣接地を再開発して建てられたもので、事業名は、本町5丁目地区第一種市街地再開発事業。2013年4月にオープンした。もう一つの核として整備されたイレブンプラザ、高田市街地のメインストリートである本町通りと駅前通りの交差点に面しており、周囲には片持ち式のアーケードが張り巡らされている。同じく本町通りに立地していた上越大和の跡地再開発とともに国の認定を受けた高田地区中心市街地活性化基本計画の2つの核の一つに位置づけられている。1974年にオープンした地上7階建ての高田共同ビルは長崎屋が核となっていたが、同店は2002年に撤退。その後は地下の一古中央店や100円ショップ、市の雁木通り美術館などが入居していたが、2010年6月に再開発のため全店舗閉鎖となった。旧ビルは解体され、2013年4月に地上16階建てのアストピア高田がオープン。1階は生鮮食品スーパーやドラッグストア、衣料店など複数の店舗が入居し、3.4 階は駐車場、5階は市の文化交流施設、ミュゼ雪小町、6階以上は55戸の分譲マンション、ポレスタータワー高田という構成であった。なお、2階は当初の計画では300席のレストランが設けられる予定だったが、出店が叶わず、しばらく空きのままだったが2015年11月に日本政策金融公庫高田支店が入居した。なお、1階の生鮮食品スーパーは不振のため2014年11月に閉店した。2012年に公募で決定されたものであり、明日を創造する都や理想郷、ユートピアなどの意味が込められ、親しみやすいようにとひらがなが使用されている。ありがとうございます。